日コンビニでビールでも買って飲もうかな。今日の自分を褒めよう。レンタルしてあった映画を今夜は見てみよう。自分を主人公に重ねよう。ソファに体を預けて物語を見てるとなんだか自分も強くなれそうで、あの頃の熱いもの忘れちゃってたのかもな。でも疲れて眠りに落ちた夢で始まってく。熱いシャワーで目を開けたら靴ひも結んで戦場へと向かって進んでく。満員電車に揺られてペコペコ頭下げて、本当にこんなことがやりたかったの。お昼休憩あまりにも広すぎて自分も飛びたいと願った。僕の想い切り裂くようにまた響くアラームがポケットの中の選択肢を砕く。無欲な僕は静かにそっと現実に戻ってゆく。夢での僕